九州は一つ。6万点もの昭和のおもちゃを展示する駄菓子屋の夢博物館の館長として豊後高田市を全国から年間40万人の観光客が集まる町に育てた小宮浩信。匠の蔵。もうこの小さなおもちゃたちが隣の隙間が1センチないぐらいもう肩寄せ合うように並べてありますけれども、はいはい、おもちゃ箱をひっくり返したようなその博物館の展示をやりたいと、もう皆さんが自分の思い出探しをこう見ながらやってもらいたい、思い出をこう引っ張り出したいなと思ってですね、これだけ展示していればまあ当夜二重の思い出はね、皆さんそれぞれがあるだろうと。あえて展示に説明をつけないのは、お客さん自らが思い出を探し長く滞在してもらうため。昔通った駄菓子屋さんは天井からですね、このようにいっぱいぶら下げてあって、もう駄菓子屋さんはもうごちゃごちゃですよね、でそのイメージがポッとこう浮かんで、もうそういうような展示をしちゃえということでやったら、もうそれはお客様がこう入られた時の声がですね、わーとかおーとかですね、もう声にならないようなその声が発せられる。小宮にとっておもちゃは宝物。全国を飛び回りおよそ35万点を集めてきた。まあ例えば言うなら、一軒の問屋さんで見つかったら、10のものを見つけたらですね、1は売っていいかな、だけど9はこれもったいない、残しておかないといけないので、これは売ったらもう二度と手に入らないかもしれないなと。また別のところで10仕入れて1は売り、9残し、1売り、9残し、その繰り返しがですね、とうとう35万点の数になってしまったということですね。